はい、脇坂十一、新型プリウスは初インプレッションしたいと思います。はい、今井由紀です。よろしくお願いします。新型プリウスということでね、はい、あの非常に注目をされていてですね、うん、もう今のお車してもだいぶ待てはる人いてるんちゃうかなという感じでございます、うんうんうん、まあそれもそのはずなんですけども、戦闘進化がすごい進みまして、はい、ものすごいようになってるんですよ。ものすごいようになってる。噂は聞くねんけど、だから今日ものすごい楽しみにしてんだよね。びっくりするよ。まあ、外装からいこうか。外装からいきましょう、うん、で、まずですね、まあ、賛否両論あるけれども、うん、ジュースさんどう思いました、このデザイン。いや、僕はかっこいいなと思う。特にこのライト、これね、うん、大変な、ほんまにトヨタの制作力ってすごいなと思うんだけどね、うん、特にこういうとこのね、尖ってるところ、この造形よ、こんな尖りとかね、うん、こんだけ売れる車で、うん、ようこんな形作ったなと思って、工場がよう弱かったな思って。台数がたくさん行くということは、うん、これを一つ、例えばちょっと造形を形を変えてそこのコストが上がることに対して、もう全体のコストって考えたらすごくなる、すごいことになるね。でしかもね、やっぱり、ね、難しいんですよ、うん、こういうこう尖ったところっていうのは、うん、合わせなあかんよ、面をね、うんうんうん、でこういうのを合わせ込むのにね、うん、時間もかかるわけですよ。だからほんまはもうちょっとこう、なんていうのか、ふわっとさしときたいわけ。うんやけど、こういうところにちゃんとこうライン入れて、うん、ちゃんとこう綺麗に形を作ってるっていう、まずこの技術力というか制作力、うん、でこれをこんなに時間もお金もかかる、もうよこんな量産さんに入れてきたなっていうのは私もびっくりしました。まあその技術力は多分トヨタがあると思うんだけど、うんうん、多分な、車の楽しさ素晴らしさをね伝えたいっていう、今トヨタ自動車の意思表示が一貫してこういう車の形にまで出てきたのかなというイメージ、うん、まあ、サイドちょっとこういって、うん、これ斉藤さん作ったやつね。あ、斉藤さんのね、うん、お魚フィン、お魚フィンね、これ空力にすごい効くんですわ。あとここのこういうなんていうの、う角度とかもちょっとね、そうなんですよ。これね、リアからこうピャッとこうサイドにキャラクターライン入ってるんですけど、うん、ここもね結構このね結構尖ってる、うんうん、この面をこう尖らせるの、うん、難しいんだって。これただのデザインちごって空力もやっぱ考えてのことだよね。じゃあ、まあ、前方から、まあ、もちろんリアにかけてですね、こう、うん、空力ちゃんと流せるように考えたんですけど、うん、空力って CD 値、うん、空気抵抗係数と言われてるんですけど、うん、これ 0.24、 もうすごいことなんですよ。ということはやっぱ空力が良くないと空気抵抗で燃費も下がって、もちろんそこも徹底してるということ、ね、そう、そう、後ろのこのレンズも、そうなんですよ、攻めてるよね。攻めてますよ、これね。プリウスの、プリウスの手かな、これどこに入ってるのか分からへんけど、プリウスの手、プリウスの手やな、うん、まあこちらなんですけど、うん、まあ夜になったらライト見やすいと思うんですけど、うん、チューブ型の LED をねもう使ってて、欧州車の最近のトレンド、そう、そう、うん、それをちゃんとね、うん、ここでも使ってますよ、うん、すいません、お母さん安全な場所でやってます。いやだからまあこの辺のデザインは僕は好きよ、うん、僕は好きだけどやっぱ好みも生むのかな。でも見慣れてきたら、これをもし見慣れてしまったら、ね、世界中の人がこれを見慣れてしまったら、普通のテールレンズがもう物足りなくなるよね。だからそれがねすごいこと、なんかその BMW とかってこういうのってものすごく新しいことして、うん、世界のデザインに対してこう発信するやん、うん、それをなんかトヨタが今回やったみたいな、そういうイメージ、うん、そういうのもあると思います。まあね、メルセデスとか BMW とかのそういうとこ、ほんまにそういうの得意なんですけど、うん、まあ今回も攻めました。まあ外見こんだけ攻めてますからね、うん、ちょっとこれから中身乗って車がどうなのかっていうのをちょっと乗ってみたいと思います。ちょっと助手席乗ってくれる？よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。はい、それでは新型プリウス何代目になるのかな、4代目、4代目インプレッションしたいと思います、うん、まあ扱い方変わらへんけど、うん、なんか内装ちょっとこう不思議な、これ何、宇宙空間なの宇宙食出てこないけどねこれでもね、今回からその白い内装というか、うん、こういう白いパネル採用してるんですけど、うん、これどうですか。私めっちゃいいなと思った。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか。いや大丈夫です、携帯電話で今撮影してますから大丈夫ですこれはねちょっとどうなんだろう、うん、ちょっと僕の目はねまだついていかない、このハンドルもね、ちょっとなんだろう、もう少し、この質感もそうやけど、うん、白がねちょっとなんか、うん、ちょっと怖いね。本当？何、携帯ここで充電できるの。そうなんです、これ置いたら携帯充電できるようになってるの。
これはね、あの結構他の車種でももう入ってきててね、うん、あのこの非接触のやつ iPhone はあの残念ながらアクセサリーをつけないとダメなんですけど、うん、あの Android 系の携帯はここ置いたらもう充電できるよ。ちょっととりあえず行きながら行きますね、はいはい。まあ、ちなみに今回、ね、はい、この試乗車は、うん、あのこの辺がピアノブラックになってたりとかして黒いからちょっと白とのコントラストが強いんやけど、うん、全部白みたいなのできんねん。それめっちゃ綺麗です。マジで私結構それはねときめきましたね。え、それは何、あのそれぞれ、うん、あのそういうのを選べるってこと？そう、選べる。あ、なんかトルコ感ある。そうでしょ、うん、あの走り出してから私一番すごいびっくりしたのはね、まあ、今回のこの試乗車ってもうすでにスタッドレスタイヤついてるから、うん、あのノーマルタイヤとはまたちょっとインプレッション違うと思うんですけど、うん、めちゃくちゃ精神性が上がってるんですよ。もう静かで。いやいや、それは感じるのと、うん、なんだろう、あのアクセル回路が少なくて済む。そのね、うん、モーターのトルクの最初の出方とかもねすごくよくった。それからね、もう一個ちょっと気をつけてもらいたいんですけど、うん、もう事実やったらもう分かってると思う、うん、ブレーキのタッチめっちゃ良くなったんですよ。まだ踏んでない踏んでみて。あれ、これ普通の車やん。そうなんですよ、そうなんですよ、思ってた。やっぱり、うん、ちょっと仙台まではちょっとかっこいいやったやんか。回生ブレーキが入るから、そうなんです、そうなんです。そのブレーキで、あのブレーキを踏んだ瞬間にカクンとなったよね。そうなんですよ。それないね。そうなんです。これほんまにね、あのやっぱり普段日常的に使ってはるね人たちにはその制動が滑らかっていうのが一番大事なことちゃうかなと思ってんの。うん、それが滑らかってなんか運転がちょっと上手になったような感覚。そうだから助手席に乗ってる人に、運転してる人がね、そのアクセル踏みます、ブレーキ踏みます、ハンドル切りますは自分でやから分かるやん、うん、でも横の人は分からないのね。だからその横の人にどういう風に伝えるかって、僕らはブレーキ踏む前に一回アクセル抜いてしばらくしてブレーキに足乗せて踏みますよっていうのを無意識やけど、横に乗ってる人の筋肉に伝えてんのね。それからブレーキングとだいぶ違うんだけど、そこの気使い方が全然少なくて済む。もうおっしゃる通り素晴らしい、さすがです。やっぱりね、うん、一緒に乗ってる人の頭動くような運転したらあかんっていうことですよ。うん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 、でそれを、うん、このまあ新しくなったプリウスは、うん、ドライバーをめちゃめちゃ気使うんでもできるようになったってこと。スーッと止まれるし、このブレーキはちょっとね、努力しはったみたいですよ、うん、何よりもね、そのやっぱり回生とそれからまあエンジンの走行での協調制御っていうのがもうほんまに、うん、ほら、ゆうさんウェックで協調制御の話聞いてるやろ。聞いてる聞いてる。このね、ハイブリッドの協調制御ってほんまに難しいらしいのよ、うん、でしかもやっぱり誰が乗るか分かれへん、うん、市販車やんか、うん、せやからそのええところをね、美味しいところと、うん、それからまあ回生量と燃費と、うん、それを全部ええところに落とし込まなあかんの、うん、すごい頑張らはったみたい。いやいや、これはもちろん熱効率とかも全然上がっちゃってんだよね。まあ、エンジンの方はですね、うん、いろんなリファインが加えられて、うん、流入とかね、うん、経路とかも整えられて、うん、熱効率 40% っていうね、うん、もうびっくりするような数字を、だからエンジン自体の素性も上がってる、うんうんうん、だいたいそのね、意外とプリウスってガソリンエンジンで走行するじゃないですか、うんうん、でハイブリッドで出ていくとこ最初やからそこばっかり目いくけど、うん、そのエンジン自体も大事っていうことで、うん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 、ちゃんとその辺の性能上げられてる、うん、加速だけのところだけを見ると、うんうんうん、ものすごくパワーが落ちてるように感じるんだけど、うん、それはパワー落ちてんのかな。いや、数値的にはね、うん、その、総合出力っていうのは、うん、落としてるんですけれど、うん、なんでかっていうと、うん、まあ、一番使うとこですよね、うん、その使用、街中の使用領域でちゃんと美味しいところを引き出す、うんうんうん、ちなみにそれはアルファードベルファイアのハイブリッドシステムも実はそうなっていて、あ、そうなんだ、うん、美味しいところにもう花道を持ってきました。うん、そしたら、うん、だってもう普通こういう車乗る人って別に踏まないもんね。そうです。俺なんて今もう本当に全ペからもうちょっとしたところでずっと運転してて、うん、こんな感じで走れてるから、そうそう、踏み込みっていう意味ではね、うん、そうですよね、うん、うん、ちょっとしたアクセル回路でちゃんとリニアにコントロールできるっていうところに花道を持ってきてると。あとまあ車的にやけど、ものすごく重心が低く剛性が上がってるようなフィーリングを持つけど、うんうん、そう、剛性はね、うん、めちゃめちゃ頑張ってあるんですよ、うん、ほら仙台のプリウスで GS とか GRMN 出ましたやんか、うん、であれってその工場のラインでチューニングをしてるから、うん、
その普通の、まあ、いわゆるアフターパーツを後でつけるんじゃなくて、うん、その接着とかね、うん、その鉄板との鉄板の溶接、うん、これを増したりとかスポット増ししたりとかできてたじゃないですか、うんうん、でそういう技術もね全部流入されてるし、うん、またそれから、ブレースとかも増やしたりとか新しいプラットフォームにこの車はなったよね。そうなんですよ、あのいわゆるね TNGA っていう、ねうん、トヨタニューグローバルアーキテクチャとかね、うん、結構騒がれてるよね。そうなんですよ、うん、これってほんまにあのちょっとこう思想まで考えた、うん、あの非常にあの濃い考え方で、うんまあ、いわゆる今世界中で流行ってるモジュール化って言って、まあ、部品とか、うん、それからそのドライビングポジションとか使っているものとかを、うん、あの全部こうなんていうかなモジュール化して、うんなるべくコストを安くいい品質のものを世界中の工場で同じレベルで作ろうっていう考え方があるんですけど、うんまあ、それだけではなくて、うん、もっとそのドライブに対するあの気持ちの、うん、持ち方を考えてもらおうとか、うん、そういうことまで含めたあのトヨタらしい考え方のその新プラットフォーム思想というかな。それはやっぱりあれ、うん、やっぱプリウスとかってちょっと燃費に振ってる車やから、うんうん、その走りとかっていうよりもどれだけ燃費がいいかっていうそういうことをこう前面に出した車でしょ、うんうんうん、それがやっぱこの車になってからそういうプラットフォームで走りも考えながら、うんうんまあ、なんていうの走りの面白さ、うんうん、ワクワクドキドキをこの車に注入してるってことなの。いやそういうことになっていると思いますよ。だって思いませんでした。いや最近なんかちょっとトヨタの車一貫し始めてるね。最初はその走りの楽しさ素晴らしさって口で言いながらさ、そうじゃない車もあるけど出てくる車がどん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 なんか最近そういう車になってきてて、うん、なんか今こうプリウスなんかでもね、今油断したからブレーキをドーンと踏んだけどそれでも今ぐらいの部分でしょ、うん、だからやっぱりこれはものすごく走りに対して、うん、なんだろうものすごくこう今トヨタがいろいろ言ってることに対してマッチしてきてる車、うん、しかもそれが今トヨタの中の主力車種のハイブリッドのプリウス、うんうん、でこれが世界中で CM なんか見てもさ世界でそれぞれのプリウスの CM の打ち方も変わってて、うんうんうん、そういうのも面白かったりするんだけど、うん、いやでもねこれはね、ちょっと僕の中で衝撃を受ける。このぐらいのスピードでハンドルをゆっくり切りながらこうする部分にしても、なんらストレスがない。もう、その、ちゃんとその、自分の操作に対して、時差なくリニアに動いてくれる。これはね、やっぱりね、いいね。ちょっとこれ、僕、いいね。ね、いいでしょ？いいんですよ。なんかね、普通に、高級車だったっていう感じ。ね、その、仕様がどうこうじゃなしに乗ってる時のこの路面から伝わってくるコツコツ感、うん、まあこれちょっとなんだタイヤ、うん、スタッドレスタイヤ、ね、スタッドレスがつけてるからまだちょっと違うのかもしれないけど、うんうん、これねものすごく車の動き自体はレクサスに乗ってるようなお、うん、そんなイメージを持ってものすごく僕の中では好印象です、うん、まあちょっと今回ねこういう道やからこのぐらいのスピード領域しか乗ってないけど次回はねちょっともうちょっとファインディングロードとかねそういうところいいと思いますよ、ねうん、乗ってみるとまた違ったあれがあるのかなと思います、うん、ちょっとまあ初めて乗りましたけどまあ待ってた人もびっくりするじゃん、ね、よかったね、うん、あとこれ何これこれね純正のアクセサリーでついてくんねんけどこれだからノーマルではないですよ後付けの純正のアクセサリーやんねんけど、うん、ずっと青いけどそうそうそうこれまあね純一さん運転うまいってことですこれなんでこれね踏み込みとかに対して色変わんねんここ、うん今かりますほらほらほら今踏んだら赤になったでしょ、うん、でちょっとそれ危ないですよっていう時は、うん、3点 LED 白くピッて光るねああ踏みすぎやでってことそう踏みすぎやで自分って言ってこれちょっと映ってますかこれ今からちょっと踏みますよ踏んでる時見てくださいねほらほらこれはちょっと燃費悪いですよっていうことかそうそうそ う, そう気をつけてくださいよっていうあまあいろんなところで面白さを出しながら、うん、走りすらもちょっとこう車が、うん運転者に教えてくれるって、うんうん、そんな車になってきてんだよねそうそうそういいなプリウスで面白いでしょこれ遊び心とかもあるしね、うん、でメーターとかもほんま綺麗になりました、うん、前を見ながら運転しながらメーターを見る角度がものすごく嫌じゃない、うんものすごくいいしあとスピードもものすごく大きな表示をされてるんで、うん、ものすごくそのスピード、ね、制限に対してきっちり自分もコントロールできるしちょっとねいいなと思いましたこのちょっと進化はすごいんでちょっとまた今度違う形で乗ってみたいなと思いましたはい今日はですね、チャンネル11のですね、車インプレッションプリウスということですね今井祐希さんをですねなんと贅沢にモータージャーナリスト今井祐希さんをですね今井祐希さんをですね
思って返してですね、いろいろ教えてもらいました。ありがとうございます。何今？今のね、あのレーンキープアラートって言って、うん、あの車線逸脱を、うん、あの知らせてくれるアラートなんです。